はい、よいたらニュースチャンネルです。聴取などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただきましたらグッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、これまでのこのラッピング電車ですがラッピングバスなどの話題共有していきましたけど、ちょっと変わったこうラッピング列車が出てきましたので、その記事と関連サイトを合わせて紹介していきたいと思います。はい、まず記事はこちら、日本経済新聞からです。干し芋列車出発進行、茨城のひたちなか海浜鉄道とありますね。記事を読んでいきます。茨城県ひたちなか市の第三セクター鉄道ひたちなか海浜鉄道は、同市特産の干し芋をデザインした干し芋ラッピング列車の運行を始めた。黄金色のラッピングとキャラクターを車体にあしらい、これは港線勝田から味ヶ浦間で2022年2月頃まで走らせる。沿線の干し芋神社や同市と協力し干し芋の成長をアピールする。観光資源を通じて、域内連携を促す観光庁の実証事業に採択された。ラッピング列車の車内には干し芋の形をした吊り革がぶら下がる。これですね。はい、運行本数を待ちまして走らない日もあるが、16日には報道関係者らに限定した試乗会を開く。22年1月中旬か下旬には干し芋スイーツや土産品を車内で販売するよう準備中だ。ちょっと飽きますね。もうちょっと早くならなかったんでしょうかね。はい、で同社は味ヶ浦駅から、国営日立海浜公園までの延伸について国土交通省から許可を受けた。味ヶ浦駅に近い干し芋神社や一般社団法人干し芋学校、読売旅行も誘客に協力。11月13日の干し芋神社で、山頂品などを販売するマルシェを開催し、同公園までの約 3km を歩く交流型イベントも連携して企画。新たな観光名所になった干し芋神社では、このほど干し芋の自動販売機を休憩所に備えた。19年の完成時に25機だった黄金色の鳥居は40機を超えたということですね。こんな感じになってます。はい、なかなか面白い。そのラッピング列車、キャラクターですか、アニメや漫画のキャラクターなどとこうコラボしたラッピング列車とありましたが、食品とラッピングした列車というのはどうなんでしょう。初めてのような気もしますけど、なんかあったかもしれません。あと餃子とかでして、アジフライとかでこう町おこしをしているとかあります。そうしたところもこういう感じでラッピング列車とかラッピング忘れかやってみてはいかがでしょうか。はい、でこちらですね、このひたちなか海浜こちら海浜鉄道のサイトでこんな感じで干し芋国ラッピング列車運行開始しましたという感じでこういう感じで、発表しています。まあ、先ほどの記事と同じような感じですね。はい、まあ、運行期間が来年の2027年2月予定で、まあ、ちょっとランダムでということでなかなか難しいかもしれない。まあ、それだけでレア度が増すかもしれません。はい、でこの列車自体なんですが、以前にこんな感じですね、募集をしてたみたいですね。ラッピングデザイン干し芋というラッピングデザイン部門とこちらの干し芋列車王国公式キャラクターですが、こんな感じでキャラクターの、デザインとこうラッピング列車がありまして、それがこんな感じで今回のこうラッピング列車になったということみたいですね。こういう感じですね。はい、まあ、追加のこれがなかなか面白いですね。ですからただちょっと気になるこの、車内販売ですか、もうちょっとこう2月までのこの運行で1月下旬からこう販売、1月中下旬から販売、もうちょっとなんとかならなかったんで、もちろんその人手などもまあかかりますし、なんかそのまあ準備などもありますからすぐには無理かもしれませんけど、もうちょっとこう早く、少なくとも今年のまあ年末クリスマス前になんかこうちょっとイベントとしてできたらどうかなと。1月中旬に始めて2月末までの運行でというのはちょっとなんかもうちょっとなんかならなかったかなというふうには思います。はい、こんな感じですね。まあ、こういう感じで募集していたものが、こんな感じで応募がたくさん集まりまして、こういう感じで決まったということみたいですね。はい、まあ、なかなかただ企画としては面白いと思いますし、こうした、食品であればですね、コラボとかソーシャルマス、例えば先ほど言いました餃子とかアジフライというのをやってるところあります。そうしたところをやってみてはどうかなというふうには思います。はい、今回のこの日本経済新聞の記事とですね、こちらのサイト、概要欄にリンクを貼っておりますので、興味のある方はクリックして読んでいただいて、もしよろしかったらこちらのひたちなか海浜鉄道ですね、訪れてみてはいかがでしょうか。はい、今後もこうした形で聴取などに掲載された良いニュースや楽しい話題皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。